こんにちは、ボブです。こんにちは、ちなみです。 Le 3 août 2024 numéro 631 de Chocolat magazine bilingue français-japonais 2024年8月3日日仏語ポッドキャストショコラ第631回です。シャルル・アズナブール、フランスの歌手で俳優のシャルル・アズナブールの言葉をご紹介します。ジャン・ミシェル・フォロン、日本語トピックはジャン・ミシェル・フォロン展について。 Une vie au Japon、 フランス語トピックは在日フランス人協会の会長ジャン・マルク・リスネさんのインタビューをお届けします。まずは私、ちなみのコーナーです。フランス語の名言格言をそれを言った人とともにご紹介しています。今回はこの言葉、 On ne vit qu'une fois、 人生一度きり。今日ご紹介するのはフランスの国民的シンガーシャルル・アズナブールの言葉です。これは直訳すると、私たちは一回しか生きられないということでしょうか。うん、そうですよね。シャルル・アズナブールは確かにちょっと心からの歌が多かったんですよね。ほとんどね、シャンソン・フランセスのパパと言われてもいいんですよね。もともとフランス人じゃなかったけど、彼がフランスのトップのシンガーになったんですよね。ビジネスマンでもあり、歌手でもあり。はい。アルメニア系のフランス人で、シャンソンの神様という異名もありますが、うん、俳優や外交官として世界中で活躍されていました。映画もたくさん出ていたということですね。そう、映画でも出てたんでしょう。うん、代わりに結構面白い役者だったんでしょうね。うん、ちょっと味があるという、はい、ことです。トリュフォーのピアニストを撃てや、シルビー・バルタン主演のアイドルを探せなどなど有名な映画が多いようです。音楽も素晴らしいですよね。やっぱりアズナブールのスタイルがありますよね。はい。彼は生前、音楽はエンターテインメント以上のもので、作る方も聴く方も真剣でなければならないと話していたそうです。慈善活動にも熱心で、1988年のアルメニア地震の際には復興のために尽力されていました。すべてにおいて人生を全うされた彼は2018年、94歳で生涯を閉じています。 On ne vit qu'une fois。日本語トピックでは、東京ステーションギャラリーで開催中の展覧会、空想旅行案内人ジャン・ミシェル・フォロン展について、学芸員の半沢紀恵さんにお話を伺っています。ジャン・ミシェル・フォロンはですね、20世紀後はベルギー のアーティストなんですよね。はい。優しい色彩と絵筆のタッチで幻想的な作品を多く制作していました。うん、私の彼の記憶はね、実際アートじゃなくてテレビですよね。アンテンドということ、うん、今も変わってるチャンネルなんですけど、はい、番組が始めると番組が終わる時のアニメーションがあって、ジャン・ミシェル・フォロンの絵だったんですよね。音楽も好きだった。今 YouTube で見える。はい、アンテンドゥとフォロンという検索ワードで検索することができますので、ぜひご覧になってみてください。ぜひ見てください。はい、今回の展覧会ではフォロンの初期のドローイングから水彩画、版画、ポスター、晩年の立体作品までを含めた約230点をご紹介しています。日本では30年ぶりの大回顧展ということで、ぜひこの機会にご覧になってみてください。ティケットのプレゼントもありますよね。はい、ショコラ会員5組10名様にご招待券をプレゼントします。お申し込みはショコラサイトの新着情報からご覧になってください。空想旅行案内人ジャン・ミッシェル・フォロン展は9月23日まで開催しています。それでは、東京ステーションギャラリー学芸員の半沢紀恵さんのインタビューをどうぞ。フォロンがいろんな人に会いに行ったりとか、積極的にこう人と関わって、で積極的にいろんな技法を試していったっていうことで、最初は黒インクと紙だけでドローイング描いていたのが、最初の奥さんとの出会いによって水彩画を、水彩画じゃなくてカラーインクでの絵を始めたりとか、それから水彩画とか版画とかやりだしたっていう、なんかすごくこう、なんて言うんですかね、アグレッシブなんですけど、とってもなんて言うんですか、
本当に印象ですけど、優しくて、なんかこう、なんかとっても積極的で、だけどアグレッシブじゃないっていうんですかね。確かにね。なんか絵を見ていると、なんか押しは強くないんだけれども、とってもこう優しさが感じられる。優しさがありますけど、怖さもあるんですね、この人間が。そうです、そうです、うん。もちろんそうですね。それが本当に大事なことっていうか、ただただ綺麗な絵だ、色が綺麗だなとか、描いてるモチーフが、なんか可愛いなって思ってみると、実はこう、ちょっと、シニカルとも、なんて言うんですかね。ちょっと怖いようなものもありますよね。この展覧会を準備して、アンサバさん、はい、いやこの作品私は気に入ったとか、フォローらしいという作品がありますか？あります、まあ、タイトルが無題なんですけれどももうというかたくさんあるんですけど、これですね。これが好きですね。フォロンの作品にこれはカラーインクで描いてる水彩画ではないんですけれども、フォロンの作品にたくさん出てくるこのブルーハットマンとかリトルハットマンとか、こう帽子をかぶってマントを着た人っていうのがよく出てくるんですけど、それがもう群衆のようにたくさん登場してて、でこれよく見ると目が口になってるんですね。だからすごいこうウィットが効いてて面白いなと思って、と考えさせる絵だなと思います。では今のお話をフランス語にまとめて読みます。聞いてみてください。 Avec un message fort, parfois effrayant, mais agréable au regard, les dessins de Folon sont empreints d'harmonie et d'une certaine douceur. フランス語トピックでは、在日39年、在日フランス人協会の会長を務めるジャン・マルク・イスネさんにインタビューしています。L'association des Français du Japon, Jean-Marc Lissonard ですね。はい。フランス・パリ出身のジャン・マルクさんは、1985年にシベリア鉄道で初めて日本に訪れて、日本に惚れ込み住むことを決めたという方なんですね。これはインタビューですが、よく彼が説明するんですよね。日本に来るつもりなかった、シベリア行きたかったんですよね。はい、メインはシベリア。と、その旅行がシベリア行くの後で、たまたま日本に行くということが、横浜までたどり着いたんですよね。と、日本に来たら、これは素晴らしいなと。何でもうまくいく国とか、もう一回フランスを変えて今度は日本に住むために来たんですよ、結構面白いオリジナルのね、はい、はい。そしてそこからフランス語教師としてキャリアを始めたということで、フランスの家具店やワインの輸入など、あとコンサルタントなどもやっていたということなんでしょうか。そう、すごい立派な人生ですよね、フランスでルノーの、エコノミストの仕事をしていて、日本に来た時やっぱり仕事を探しながらバーでも働いてたとか、いろいろな経験がある男なんですよね、そしてそのについて本を作りました。はい、日本在住30年以上の日々を綴った自伝ということで、タイトルは De Renault à Tokyo という本ですよね、はい、ぜひこの機会に読んでみてください。それではジャン・マルク・リスネさんのインタビューをどうぞ。 Bon, alors, moi je suis un Parisien、ショコラサイトのショコテックではこのインタビューからフランス語学習ができます。3つのレベルに分けた練習問題と増田晴美先生の分かりやすい文法解説があります。月額1280円の会員サービスをぜひご利用ください。それではここでショコラリスナーの方からの声をご紹介します。フランスの南西部ドルドーニュ在住のマイナさんからのメッセージをご紹介します。フランス語を勉強していた学生時代より楽しく拝聴しています。今後もリスナーとしてフランスで楽しみに聞かせていただきますということでいただきました。マイナさん、ありがとうございます、ありがとうございました。彼女が確かに絵本を送っていただいて、すごくたくさん写真があって幸せそうな日記の本ですよね、はい、マイナさんはフランスの田舎に心惹かれてというフォトエッセイ本を今年の5月に食べ物通信社から出版されました。
著書の中では移住先のドルドーニュで家族と一緒に自然に触れながら楽しむ暮らしを素敵な写真を交えてご紹介しています。フランスの田舎の生活に興味のある方はぜひチェックしてみてください。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてちょっと早いお知らせになりますが、来月9月28日土曜日と29日日曜日の2日間、両日とも午後13時半からショコラの集いを開催します。ショコラオフィスのアートスペースではメールアートの展覧会を同時開催していますので、この機会にぜひお越しください。詳しいショコラの集いと展覧会の情報は決まり次第ショコラサイトの新着情報やショコラのメルマガでお知らせしますので、楽しみに待っていてください。そして引き続きショコラでは皆さんからのメールアートを大募集しています。メールアートの送り方など詳しくはショコラサイトの新着情報に掲載しています。ショコラ第631回はいかがでしたか。次回のショコラは映画画家ボナールのマルタン・プロボ監督のインタビューをお送りします。それではまたお会いしましょう。アビアント、さようなら。